Thank you.
はい、今日はですね、令和6年7月15日月曜日ね、16時51分を回ったところでございます。もう551の放浪よって帰ってきました。ああ何あれ、まあ朝ミンミンで担々麺食うまでは間違いなく設定6、今日は積もった思ったよマジで。もうビッグ13レギュラー8でね、ずーっと120分の1いけへんぐらいをずーっとうわーって持ち玉1000メダルぐらい持ったまんまね、持ちメダル、うん、何あれ、担々麺食って帰ってきてから10何ゲームでレギュラー引いたのはええけど、そっから475ハマりペカらず、
総投資2000円で換金が1万3000円、まあプラス1万2000円やけど、その後70ゲームぐらいでレギュラー引かれて、あ、やられたなと思ったら、また400何本ハマっとんねん。やばない？結局はでも設定1かよ。怖いな、俺もうずっと設定6やと思って回してたわ。あれもうミンミン、飯食いに行った時点でやめるのが正解やったな。でももうあれはただ単に腹減っただけでハマってたわけじゃないからね。せっかくのこの流れを、お昼行ったことによってね、もう台無しにしてもらった感じやね、今日はもう。しまった。もう余裕ぶっこいてね、メッツのレモンスカッシュペットボトルの500を買うて、二口ぐらいしか飲まんと帰ってきたわ。ということでね、今回11勝2敗1分け、マイナス9700円。だから、狭いやったから、マックスやめときゃもう余裕のプラテンしてたね、ここ。まあ、しゃあないな。まあまあ、まだ今日、15でしょ？月の半分でこれやから、実質勝ちやろ、こんなもん。明日微妙な、明日夜勤やしな。明後日17日、どこ行くか次第やな。やっぱ丸半かな、17は。それちょっと考えます。はあ、お腹いっぱいでね、まあ551買ってきたけど、豚まん10個買って、あれ食べれんのかな？豚まんとエビシューマイとね、まず肉団子にしました、今日はね。3140円がね、今日タダでございます。簡単やな、ジャグラー。マジで。ちょうどね、祝日でもね、こうやって余裕で勝てるっていうことをね、お見せできたのかなと思います。ね、ありがとうございました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。で、チャンネル登録ね、高評価、コメントよろしくお願いしてきやーす。ありがとうございました。いやー、お腹いっぱいやわ。ジャグラー簡単やわ。